本当にこの映画はたくさんの愛でいっぱいな作品だと思います。さやかちゃんは来るんじゃない思わず涙がいっぱい出てきて、辛いのはやめていいのよ、信じる気持ちって大事なんだなって、家族一つになれたとこがグッときました。頑張れ。家族の絆が奇跡を起こす。工藤さやかは慶応大学に合格します。ビリギャル